ストップモーションのための絵コンテをかけるっていう人ってそんなに日本には多くない、うん、カメラ止めながらでも、まあ、リズムよくいけるっていうのがやっぱそこのバランスを探り探りだったんですけど、小川さんの絵ってかなり丁寧に描かれてはいたので、説明とかもそうでしたっけ、うまく回ったって感じで、制作現場は良かったです、はい、もともとそのモルカーってそのシリーズものではなくて中編の映画作品として企画をしていたんですよね。ただまあ一応なんかそれをこう新鋭動画さんとのまあ打ち合わせを重ねていくときに、やっぱりそのモルカーっていうものをもっとこう子供から大人まで大勢の方に伝えたいということで、こうテレビシリーズ化、まあ、12本の作品を作るということで決定して、まあ、その時やっぱりこう一人で12話分も限られた期間で描ききれる自信がない、どうしようってなってた時に、まあ、その時別の案件でのなんか打ち上げで小川さんたちとなんかいいご一緒したことがあったんですけど、まあそこでちょっとこう時間がないんだよねっていうふうに相談をしたら、まあやりましょうかみたいな感じで、ぜひお願いしますって言ってやりますよみたいな感じでしたね。やっぱりなんかその小川さんってその平面もそのストップモーションの作品にも両方ともこう携わっているので、やっぱりこうストップモーションの中撮影事情とかも知った上でのなんか絵コンテを描くことができるんですよね、うん、なかなかやっぱりストップモーションというコンテンツ自体がやっぱりまだまだ日本ではマニアックなものがあって、うん、ストップモーションのための絵コンテを描けるっていう人ってそんなに日本には多くない、うん、やっぱりそしたらもうすごいいい機会だなと思ってそれによってお願いをしたっていうのもありました。当時はやっぱりその修了作品とかの勢いとかも美里さんの姿を見ていて、あ、またなんかやばいお仕事してるなみたいな感じだったんですよね。すごい楽しそうプラスその12本はすごいなっていう勇気をまず驚いたっていうのとそこに対してやっぱその12本作るのは、まあ、1話2分半と言ってもすごい大変だっていうのはすごい想像がついたので、納期に間に合うような協力ができればいいなというふうにその場で思いました。はい、もうあらかじめ最初からもう12本分どんなバリエーションのお話を作るかっていうのはあらかじめ決めていて、まあ、それをちょっと本店に起こす作業をしていった中でちょっと小川さんにお願いをしたという感じになりました。プロットみたいにはなってたんですよね。そうですね、なんかあのイメージボードと軽い流れがある資料をいただいて、あの絵コンテに起こしたっていう感じなので、まあ、展開は割ともう美里さんが決められてて、細かい部分とかではそのオーナーさんにお願いをしたっていう感じになりました、うんうん、そうですね。例えば背景美術の数とかあのカットの数でちょっとスケジュールなんとなくあの見通しを立ててお戻ししたっていうイメージでしたね。当時大変助かりました。ああ、よかったです、ありがとうございますでも全部の話がやっぱ楽しかったですよね。なんか美里さんのイメージ力ってその縦横無尽なんですね、カメラがとか空間的なものとかが1話ずつ全然違うフィールド、全然違うモルカの表情をそのプロットであの書かれてたので、でもスケジュール的なところの心配をすごくしてたのであまり大変にしないためにはカメラを動かさない方が一番早い、まあ、カメラ止めながらでもまあリズムよくいけるっていうのがやっぱそこのバランスをまあちょっと探り探りだったんですけど、私はもうただただ楽しく描かせていただいた感じでしたね。確かにそのまさにそのリズム感っていうのはすごい意識された作品だ、うん、コンテだったなと思いました。一応その絵コンテだけじゃなくてそのまあ絵コンテを一本の映像にしたというまあビデオコンテっていうのも一緒に作っていただいて、それを見ながらこうアニメーターさんたちとこう一緒に撮影をしていったんですけど、そのちゃんとなんか V コンテではモルカがどのようにして動くかっていうのをガイドとかもつけていただいて、なんかその辺すごい丁寧でこちらとしてはありがたかったです。ありがとうございます。ただなんかその丁寧であるんですけど、やっぱりなんかモルカが具体的にどんな動きをするかっていうところまではあえて描かずに、なんかそのモルカの細かい動きとかっていうのをそのアニメーターのアドリブにこう委ねるっていうところもなんかすごいさすがだなと思いましたね。あ、そうですね、やっぱ私がそのストップモーションを実際自分で作ってた作家ではないので、そこはやっぱその人形を触っていて自分で演技ができるアニメーターさんのその身体性みたいなものはちゃんと守っておかなきゃなっていうのがあったんで、私はこう踏み込まずにどうぞっていう感じでお願いしてました。なんかそのカメラワークがどうこうっていう話があったとしても、うん、なんかそのアニメーターによってちょっとここはカメラをちょっと動かそうとかっていう風になんかカメラも含めてその一緒にアドリブで
小野さんのコンテを見ながらその撮影できたっていう、というのもやっぱりなんか小野さんの絵ってかなり丁寧に描かれてはいたので、説明とかも。そうでしたっけ。だからなんかそれを元にしてなんかアニメーターさんに渡した時に、そのアニメーターさんにもちゃんと物語の状況とかっていうのをちゃんと把握していただいて、うまく回ったって感じですね、制作現場が。よかったです、はい、結構丸投げだったらどうしようと思って本当に絵コンテから完成まで全然見てない状況っていうか、もういきなり完成を放送で見たという感じだったので、なんか違う作品見てるみたい、まあ、あのいい意味でなんですけどなんかあの本当にどのカットもアニメーターさんというか、まあ、美里さんの目で空気を吹き込んだ感じで、その空気感が満ちて、あ、こんなに可愛く弾ける感じになるんだっていうのはすごい感動しました。やっぱ作る方のイメージ力というか演技力、表現力、まあ、画面全体の表現力っていうんですかね、キャラクターの動きだけじゃなくて色合いだったりとか、そういうのも含めてすごいこうなんかパチパチ可愛い、この炭酸ジュースみたいな可愛さを感じました結構これっていろんな場所で話していることであるんですけど、なんか個人的にそのストップモーションの魅力って手作り感だと思うんですよね。今ってこう CG の技術がかなり発達して、もうリアルと見間違えるぐらいの映像技術が出来上がって、で最近だったのがそれをあえてなんかフレーム数を落とすことでわざとコマ撮りっぽく見せるっていう作品も結構増えてきてはいるんですよね。コマ撮りアニメーションで本当にリアルを再現しようと頑張って完璧を求めて作ってしまうと、見る人にとってはそれってなんか CG アニメ見たと間違えてしまう可能性も高いわけなんですよ。だからそこはもう完璧をあえて目指さず手作り感を出した方がいいっていう、やっぱりなんかモルカーもパッと見でこういかにも羊毛フェルトで手作りしましたみたいな、なんかそれが一匹一匹やっぱりどうしてもこう人の手で作っているのでみんな顔が違う、一体一体のポテトも例えばなんか同じ人が作ったとしても目の位置とか本当に細かいところミリ単位で異なってしまう、でもそれがむしろ手作り感があっていいっていうのはありますね。完璧を目指しすぎなくていいことによってコマ撮りやすさを表現できるっていうのはすごい、まあストップモーションを作ってる身としてはかなり気楽なところではありますね。やっぱその、まあ、堅苦しさじゃないその柔らかい隙といいますか、ゆるさがあることがむしろこう生み感が出るっていうか、人間でもこう今日調子悪いなみたいな時ちょっと顔違うみたいなこともあるじゃないですかなんかそういう宿り方をするっていうか、その余白があるんですよね。その誰が動かすかとかどういう光の中に置くかみたいなところですごい表情がこう多様になってくる、コントロールの外にあるものを含めて一緒に画面の中で表現になっていくっていうのはすごく魅力だなと思いますね。